サクトです。今日もよろしくお願いします。これから毎朝やっている、練習ですね、やっていきたいと思います。まず楽器の組み立てですね。ネックにマウスピースを装着します。この時ネックをオクターブキーは握ってません。曲がってトーンホールがずれちゃうこともあるんで、握ってません。どうやって握ってるかというと、手の甲で根元を押さえつけて、で指でネックの本体をつまむような感じで、オクターブのキーには触れてません。はい、でまずマウスピースをいつもの位置に装着してから、リガチャーですね。これは、ロブナータイプのリガチャーになります。ちなみにマウスピースは、セルマーの S180 だったかな、割とポピュラーなクラシックでよく使われるようなタイプのマウスピースを使っています。はい、リードの位置を設定してリガチャーを締めました。リードはフィブラセルリード、人工のリードですね。ちょっとこれ固めなので穴を開けて吹きやすい加工をしてます。はい、着きましたので、本体に接続して軽く締めます。でネックストラップで適切な位置に調整します。黙っててもこのマウスピースの口が自分の口に来るような位置に合わせます。今日は4月で、まあ暖かい方なんですけども、冬場はかなり寒くて、寒いと楽器のピッチが低くなるので、まず温めるっていうことが必要なんですけども、今日はもういきなり吹いていきます。使う道具は iPhone iReal でジャズのコード進行を使ってアドリブ的な練習でもうウォーミングアップしちゃいます。曲はジョン・コルトレーンのジャイアント・ステップスですね。これを Bluetooth のスピーカーに接続して耳元で鳴らしながら練習します。最初はあまり難しいことせずに、本当にシンプルなことをやるような感じです。はい、皆さんはですね、ぜひウォーミングアップするときは最初にロングトーンとかスケールとかやってください。時間のある方はそれをぜひやってください。音を作る、それから口の形をしっかりと定めるという意味でもロングトーンスケールは非常に大事になりますので、ぜひやってください。ではスピーカーを耳元に聞こえるように装着して、テンポはですね200からだんだん上がっていくような感じで、でジャイアントステップス1コーラス非常に短いんですけども、コーラスごとに半音上に上がっていくというような形で毎日練習しています。それではスタートしますね。
最初に言うの忘れてたんですけれども、初めに吹くときはいわゆるダブルリップ奏法っていうのをしてます。っていうのはいきなり、上の歯で噛むんじゃなくて、唇で上と下の方を巻いて噛むことでこう優しく、なんて言うんでしょうね、吹き慣れる、聞き慣れるっていうのも含めてですね、まあ、自分自身のウォーミングアップも含めて、ダブルリップして、まあ、2、3分ぐらい吹いた後で普通の新リップ、いわゆる新リップっていう、上の歯をマウスピースに直接当てる形に変更してます。特に一番最初に、サックス始める方はですね、このいきなり新リップでやろうとすると音がキーキーになったりするんですけども、ダブルリップで、優しくマウスピースを加えるとですね、キーキーになりづらいです。でしかも一発で綺麗な音が出やすいので、特に一番初めに、サックスを始める方はですね、このキーキーになるともうあサックス難しい、やるんじゃなかったって思っちゃう人もいるんですけども、ダブルリップで私でも綺麗な音を楽に出せるんだっていう感覚をつかめるととてもいいなと思いますね。ウォーミングアップ最初に、ダブルリップおすすめです。じゃあテンポを上げて240でいきますね。Bye.
240でした。280まで上げます。280でいつも止めてますけども、早く吹く時のコツとしては、もうできるだけ簡単なことしかやらないというふうに決めてます。難しいことはもうプロに任せて、我々アマチュア素人は楽なことを楽しんでできたらを繰り返していくうちに、だんだんテンポ速くしても対応できるように慣れていきますので、280でいっていますね。80でした。演奏した楽器はこれセルマーでもなく柳沢でもなくヤマハでもなく、はい、4万円の楽器でした。私はこの格安の楽器をですね、この車の中にずっと積みっぱなしにして、時間があればもう好きあらば吹くっていうような感じで練習しています。これのおかげで毎日吹くことができていて、まあ、それなりに、テクニックをですねキープできているかなということで、非常に格安サックスの車積みっぱなし、助かっています。こんな感じでですね、毎回練習しています。途中で何話そうかなと考えながら吹いてるとですね、案の定やっぱり指が転んで吹けなくなりました。もう演奏してるときは演奏、そして楽器のことに集中しなければやっぱり、ミスっちゃいますね。はい、楽器も音楽も正直です。はい、こんな感じでダラダラと配信していきたいと思いますので、いいねと思った方はいいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ブログも発信してますので、サクトブログ、よろしくお願いします。あと楽譜も、もうたくさん出版してますので、ピアスコア、ココミュー、サクトで検索してみてください。もう600曲以上登録されてるかな。きっと皆さんの好きな吹いてみたい曲の楽譜見つかると思いますので、覗いてみてください。
今日はこれぐらいにします。はい、それではありがとうございました。